あ、そうそう。これ言ってあげた方がいいな。実は、いじめもなくなりません。ね。まあ、いじめのない社会っていうシステムを考えて、それで人をいじめることは可能。もちろんね。で、要するに、いじめをなくす社会、だからいじめを撲滅しよう。撲滅の僕は殴るようにしような。いじめを撲滅、バッタッタッタ。何それま、いじめたら、そういう社会やったら、今もそんな社会になってんのかな。そしたら、あいつかつて、いじめっ子やったやつ。あ、ほんま。まあ、いやね。いじめっ子が学校来てるわ。うわぁ。おめぇ、俺をいじめたな、この前。きゃー、いじめっ子がみんな苦手。いじめられへんわ、マジか。ま、わかるやろ。例えばうち、ストリートミュージシャンって長いよ。むちゃむちゃ長いよ。もちろんプロのミュージシャンじゃないし、プロのミュージシャンよりも長いよ。もちろん当たり前。それは当たり前。な、もうよくある風景は、うちの前にタバコ吸いに来よう。風景前なんかこうやって、自爆そうと思ったけど。お空気清浄機はここにだから最低。大阪って、おもろいなっちゃろ、言うしかないやろ。そんなもんや、分かってて。な、失礼やなとも言ってんし、体に悪いんでと言ったけど。だけど、兄さんがそこ、タバコ捨てた後掃除したのうちやねって言ったら、それ聞いたけど。そのうちなんか、その話どっかで気につけてきたから、もうぐーでんぐでん酔っ払ったおっさんが、うちの前にタバコボンと捨てまさせてきたけどな。以上の経験を踏まえて。な、うちの言うた話だな。実に説得力と、実に中身のおろ、緑のおろ、話を。スピーチなさいました。俺また見たいからまたお前ら悪さすんだよ。分かってるぞ。分かってる。ケースバイケースだ。間違えた。ギブアンドテイク。なんかもらってんのうちお前らから。今来たのに失礼しなきゃいけない。な、シチュエーションより美味しい味になるんかよ、それ。じゃあ、お前らじゃったらね。はい。